演舞開演。どうも、本日はこちら山崎の国産小麦大地と緑の十二穀ロールを食べたいと思います。さあ、穀物がいっぱい入ってるってことなのかな。なら食物繊維豊富ってことですよね。おー、見てください。これちょっと見えにくいかもしれませんけど、表面にプツプツというものが見えていて、イカにも何か入ってます、穀物入ってますって感じですね。中はそんなでもないですね。でも本当に入ってるのかなとちょっと疑ってみたい。ではいただきます。そのままでも意外と甘いんですね、あなたは。雑穀パンなので味気ないのかなと思ったのですが、一口の噛んだ瞬間から意外と甘さが口の中に広がってきましたね。これも国産小麦ゆえなのでしょうか、それとも何か入ってるのかな。なのでジャムとかつければもっと美味しいのかもしれませんが、意外とそのままでも美味しくいただくことができました。しかも雑穀感のパサパサという感じは一切なかったので、最後まで美味しく食べることができてとっても良かったです。なのでこちらの点数とさせていただきました。それではひまわりに骨があるのに気づかぬから、ひまわりが旬と立っているのも気づかないのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。